そうです、色違いのワンピースで、おそろっち、はい、ちょっと露出多めでギャルっぽくさせてもらってます。はい、よろしかったらお二人ゆっくりちょっと背中の方も見せていただいてもいいですか。 ありがとうございます。背中着、そのドレスを2人でこう相談して選んだりしたんですか。そうです、あの、はい、どのドレスにするかめちゃくちゃ悩んだんですけど、これらがこれが一番良かったな、うん、ギャルっぽくて自分たちっぽいなっていうのでこれにしました。はい、そうやって2人でよくこう美容のこととかヘアスタイルとか相談したり情報交換したりするんですか。めっちゃします。だから髪の毛、まつ毛、ネイルとか服とか全部多分一緒だと思います。もう美容院行ってるところも一緒やし、ネイルも一緒やし、一緒に行ったりするもん。うん、一緒に行ったりする。そう、美容院一緒に行ったり行って、どんなカラーにするみたいな、うん、エクステの長さどうするとか相談しながら、うん、してます。はい、じゃあ二人でこれがいいんじゃないのとか、こっちは似合わないよとかっていうことがあったりするんですか。あ、そういう時は、あ、それ似合ってへんでっていうふうにちゃんと言います。言います。そしてあの二人、相変わらず肌がすごく綺麗なんですけれども、 ありがとうございます。こう今年の夏はすごく暑かったですが、夏の思い出とか何か日焼けするようなこととかあったりとかしたんですか。やっぱり私はなんか川遊びとかのいっぱい遊びに行ったりしてたんですけど、絶対に焼けたくないから日傘さしたりとか、日焼け止めめっちゃギャンギャンに塗ったりとか、意識するようにはしてます。ゆうちみさん、なんか今年の夏を思い出に残ったことはありましたか。思い出なんやろうな、でもやっぱりこう夏はこう外ロケがやっぱり多くさせていただいたので、もうめっちゃ楽しかった思い出とともにすっごい焼けました。私、うん、ラテギャルぐらいになってる、うん、めっちゃ焼けたよな。そうだから日焼け止め塗りつつってしてても、やっぱ今年の太陽の日差しが強いなってすごく感じました。ヘアの方もすごい大変だったと思うんですが、はい、ヘアの方いかがでしたか。いや、もう海入ったらバシバシなるから、もう入った後はちゃんとトリートメント塗ってとか、そういうケアの方がなんか大変やったな今年の夏っていう風に感じます。では真ん中のオフィシャルから目線の方をお願いいたします。すいませんが、右の方に視線の方をお願いいたします。目線をお願いします。チームの皆様、少ししゃがんでいただいてよろしいでしょうか。では真ん中の方に目線をお願いします。手を振っていただいている方いらっしゃいますので、よければ手を振っていただけるとありがとうございます。それではゆっくり右の方に、目線の方を移してください。ありがとうございます。それでは右から左の方に目線の方をお願いいたします。よろしかったでしょうか。ありがとうございます。ではこのまま囲み取材の方に移らさせていただきます。それでは、お二人の方にマイクを